時間目の授業です。1時間目は芸能の授業です。今日の芸能のお題は楽屋挨拶、はい、先輩芸能人にしっかり挨拶できるようになりましょう。ではなぎちゃん問題を読んでください。はい、西森さんの日記朗読ライブを見に行く前の楽屋に挨拶に行きなさい。はい、今回日記の、朗読ライブを見に行く前の楽屋に挨拶に行くのはなぎちゃんです。では行きましょう。お願いします。いやー、今日は西天満のソープオペラクラシックスで西森さんの日記朗読ライブや。どこでやってんの？楽しみやな。開演前に楽屋へご挨拶に行こう。私常識人やからこういうのはちゃんとしたいねん。西森さん、お疲れ様です。 NMB48 の渋谷です。なんか聞こえとったけど、ドアの前でなんかブツブツ言ってんのが聞こえてました。常識人ではない。常識人なんで、あ、ちゃんとしたいんです、はいはい、こういうのは。はい、何ですか？なんと今日は西森さんのステージを見て勉強させてもらいます。はいはいはい、じゃーん、よろしくお願いします。はい、はい、何のじゃんかよく分からない。あ、そうですか。はい、あれですよ。お金は払ってくださいね、チケット代。チケット代は。いや。はい。何ですか、楽屋見舞いに何か持ってきてくれたんですか？え、そんなん持ってきてないけど。この規模のイベントでもそういうのいるんですね。規模関係ないです。もう何にもなしで、ただで入って。ちっちゃい、ちっちゃい。ほんただ、金は払ってや、もう、マネージャーに言えへんから何も。いやいやいや。勝手に入ってくるやつおったら締め出してって言うとくからな。なんで手ぶらやの。サイビーはマネージャーを通じてビール一ケース持ってきてくれたけどな。おかげでもうベロベロやがな、ベロベロ。何しとんねん。あっちゃーん。あちゃ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 ーん。これまた失敬。しかし、あの女、計算高いな。楽屋見舞いか、考えもなかったわ。いや、普通大体あるやん、そういうのは。ケイチがお母さんと来た時も、一回来たけど、巨大なバームクーヘン置いてったって。巨大なバームクーヘン。美味しいで。美味しいがないです。食べるのに結構時間かかったで、ほんまに。巨大な、うん。冷蔵庫にずっとバームクーヘンある状態。場所取るやろ。数日間。そろそろ本番やからごめんやけど出ていてくれへんかな。ごめんな。ちょっとちょっと。ほんだらね。はい、これって本番で使う日記ですか？うん、そうそう、はい。どんな面白いこと書いてるんですか？いっぱいいろいろ書いてるから、もう本番で使うやつやから。本番見たらわかるから、もうちょっと返しても。いいじゃないですか、ちょっとぐらい。あかんて。うん、どれどれ。あかん、返せって言ってんねん。いいじゃないですか。9月1日は。読むな、本人目の前で。返せよ、もうちょっと。あー、やり。声のわーってやってることの度合いが全然違うけど。お見て何してくれてんねん、これ。本番で使うやつ何してくれてんねん。手ぶらで来てステージで使う息を売るって、まあ、むちゃくちゃやないから出ていけ。その後、西森さんは何とか舞台を務めた。そこそこ面白かった。私が楽屋に来て日記を破った話が一番受けていた。ご褒美に今度何かおごってもらおうと思う。NMB48学園、こちらモンスターエンジン組。キッケ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  ABC ラジオ1078。キック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 ラジオタイムフリーワイド FM。 おもろい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 、うちらが一番おもろい。ヘイ、学園日誌、今日の日直は渋谷凪沙です。9月29日土曜日、アホホナギちゃんの一般常識チャレンジ。言えてない。中国にある2万キロを超える長さを誇る白壁。白壁。城壁。白壁。しっかり言った。城壁。もう当たらんや。世界文化遺産にも登録されているこの遺産の遺跡の名前は、はい、万里の長城。おーっしゃ、白金ネムリー48学園、こちらモンスターエンジン組。プラファイで言うと前ね。白亀でも間違ってないんですけど、別にね。万里の長城って当てただけやったら、はい、やっぱまあちょいプラスやねんけど、やっぱ白亀って言ったことで、前なんです。早口やったもんね。前か。今日はちょっとマイナー。マイナー。プラマイゼロじゃない。そうやね。プラマイゼロにはちょっと、マイやつ。万里の長城なんかみんな知ってるから。はい。うん。で、城壁も大体の人は見えるし。うん。白壁。その、ちょっと、止まってさ、白壁。白壁。その、食べるから余計に、
弓引っ張ってる感がすごいねん。そうよね、長さをギリ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 ってな、引っ張ってる感じがして、私はこうやと思ってますっていう、うん、当たり前やと思ってますっていう感じで、長さを誇る白壁世界文化遺産にもやったら、うん、ちゃ城壁やでってなるけど、うん、白壁そうツッコミでした。ためるからもう、うん、の長所とかも今どうでもいいんだよ。後から白壁がね、白壁の方がやばいです。白壁では、お昼休みの日中のなぎちゃんお願いします。はい、それでは行きましょう。人生一度はやってみたい禁断の欲望。